ゼニー、ゼニー、皆さんこんにちは、俺たちのネタイツです。ウィン、ショウです。はい、ということで前にあのスマブラで出た食材だけで24時間生活ってなったんですけど、うわ、何その口、コダック、なんでだよ。ちょっと今回まあ食べるだけに特化しようかなと。なるほど。あのよく俺らが1キロご飯食べきるっていう、やってますね、よくやってるんですけど、今回はスマブラで出た食材だけで1キロのご飯を食べきるやつ。いいと思います。なんだそれ。まあスマブラでいろんなアイテム出るんですけれども、まあ食べ物出るじゃないですか。出ますね。でその食べ物とプラスまあキャラクターとかがなんか技とかで出す食べ物もありで、はいはいはい、で画面に映った食べ物だけで、あの2人でご飯1キロ食べようかなと。なるほど。え、合計1キロ2人で分けて、合計1キロ2人で分けて食べようかなと。でまず3回戦やります。1回戦目はお互いそれぞれ2人で勝負。なるほど。で勝った方が出た食材を得られる。なるほど。残りの2回戦は CP とそれぞれ戦う。なるほど、なるほど。だから今回ちょっとレベル上げていきましょう。何する？7級。まあちょっと様子見つつ、前回泣いちゃった時、その時よりは上達してるかもしれないんで俺らも希望的観測。そうだし、コメントとかでもやっぱ強い CP との戦い見たいみたいなコメントとかもあったんで、ちょっと今回強い相手とやって、はいはい、勝たなきゃ取れない、もらえない、その相手は。そこだよね。じゃあまず俺らで戦いますか。 OK。 オルタナチャンネル。言うてね、俺強くなってると思うんだよな。マジで？いや意外とね、うまいのよ、渋谷か。じゃあ俺はピカチュウ以外使おう。使え、ピカチュウ。いや、ほんと確実にちょっと勝ちに行くわ。そりゃそうなんだ。でもまあ言うてお互い勝ったら、その、食べれるんだけど、結局お互いの食べるときは協力プレイになるんで。あー、まあそっか。まあ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 。じゃあピカチュウにしようかな。うわっ。ちょっと緊張すんだよな。ちょっとねー。久しぶりすぎてなんか、そんなやってなかったんだよな、俺。うわっ、うわっ、ここかい。はい、ステージ。はい、まず爆弾ゲット。爆弾食べれますよ。お、さすが。はい、爆弾好き放題。一回練習させて。甘い！ガチだからね。うわ、でも太鼓出るんだよ。太鼓出てくたい。うおちょっと。俺爆弾使えるな。全然相手出ない。あ、なんか上の方にあるよ。食べ物ではない。やばい。よしよし。ちなみにストックは2です。2でやってます。ストック2で。全然お互いゲーム実況苦手だから喋んなくなりますからね。とにかく喋りましょう。おい、上から狙わないといけない。あ、コーラ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 。はい、コーラ飲みます。コーラとご飯飲みます。はい、コーラとキノコ。今のところ出てます。キノコに攻撃しちゃった。やばい、やばい、やばい、やばい。お互いのね、その絶対これレベル9とかに勝てないでしょ。勝てない。いやー、なんで死んだんだよ。よしよしよし。なんで死んだんだよ。よしよし。あったんだよ。やばい、なんか出たー。なんか出るよ、それは。やばそうなやつ来たー。やべえ。あ、キノコ出た、もう一回。キノコだけしか出ないの。何これ。え、なんで？めっちゃ強いの歌ってあったんだけど。なんかさ、あの鹿いつまでいるの？めっちゃ鹿がいる。うわぁ、爆弾、爆弾食らったのか。やばい。よし、ずる。始めます、始めます、始めます、始めます。決めたい、決めたい。やばい、ちっちゃくなっちゃった。ちっちゃくなってるよ、ちっちゃくなってるよ。大きくなって。やばいやばいやばい。うまいね君。うまいよ。そんなうまくうまいもんじゃないんだよ。よるみ、よるみ、よるみ。おい、どうなってるそれ。やばい。だあ。出たのがコーラ、キノコ、ハチノス。あともう一個なかったっけ。キノコ2回出たよね。キノコ2回出た。オッケー。じゃあまず、はい、コーラとキノコ。まあキノコはね、バターで炒めてね、食べれるからね。保険がすごいけど。じゃあ次はお互い CP で。CP と。CP 戦。まず内藤からいきますか。オッケー。さあ、レベル何にする？レベル7。もうね、これはね、アイテム取るじゃなくて、もう勝つことに専念した方がいい。そう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 。アイテムは気にせず。よしね、全然欲しいって言うと。でも7だったらね、いけるよ。でも卵、卵出た。卵出た、ありがとうね。ありがとうね。メモっとくか、俺が。ありがとう。まず卵。もう卵だけでいい。卵だけでいい。卵だけでいいんだよ。もういい、もういい。もういい。よし、
バナナ出ました、バナナ出ました。いや、一番ないんだな。よし、モンスターボール。モンスターボールがね、これ、あと、あの、キャラクターでいいやつね。そうそう。これに助けられる。でも、全然余裕じゃん。蜂の巣。よし、蜂の巣。いい感じよ。カメ。カメ？スッポン？あ、キノコ、キノコ、キノコ、目玉焼き。卵焼きか。なんでそうなんだろう。卵焼きだよね。違うね。違うよ。何？違うだって。何だった今。なんか気持ち悪いゼリーみたいなやつ。ねえ、やばい。よし、無敵。キノコ出たね、今ね。よっしゃ。よし。ということで、ゲットしたやつ。卵、バナナ、蜂の巣、カメ、キノコ。カメ、キノコ。だから実質、まあ、卵とバナナ。卵に助けられたわ、うん、卵あればご飯進むからね。確かに。オルタナチャンネル。じゃあ次俺。うわ、DD コングね、これ素晴らしい。強い。 DD コングって結構上位キャラだよね。なんか上手い人めっちゃ。そう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 、上手い。うわ、なんだよ、いきなり。早いんだ、早いんだ。おいよ、下突き、ナッスイ。全然いや、あ、いや、やばい、モンスターボール、大切、大切、大切にしとこう。うん、あ、いやいや、こいつ強いよ、確か強いよ、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 え、勝ったけど、アイテム見てない引っ込まれてないあ、で、パイナップル、なしだな振り付け。パイナップルはありですね。え、え、瞬殺ストレート勝ち。パイナップルパイナップルなの？ナッシーってパイナップルなの？今のじゃあ勝ったけどナッシー、ナッシーだけに。ナッシーじゃあ何にもないじゃん何にもないよ。じゃあ内藤次レベル9。あ、オッケー。マジで俺白米だけだからそこもガチでいこう。ちょっとこれさ、2人共通で食べれるの？それとも取ったものは自分しか食えない？自分しか食えないから今んとこ俺おかずなし。俺はある意味もうちょっと安定のところあるよね。そう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 、もうなんかある程度は溜まってるけど、料理と、まあ、調味料、料理に使う時の調味料はあり。あ、本当に調理すんの？料理だから調理すんのあり。あり、うん、なるほど。例えば調味料で俺が何も取れなくて塩をご飯にかけるとかなし。あ、なるほどね。それはもう塩で食べれちゃうから。なるほどなるほど。料理に使う時はあり。オッケー。ソニック強いんだよな。全部強いあ、やめてそういうの。使ったことあるの？シルク。ない。何かい絶対勝てないじゃん。いや、めっちゃ強いな。絶対勝てないじゃん。この人めっちゃ強いんだけど。いや、CP だよ。よし、ハッサム。ハッサム最高。モンスターボール追い込んでた。よし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 。せっこい。戦い方がせっこい。モンスターボール追い込んでたよ。よし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 。せっこいな。せっこいな、この人の戦い方。追い込んだ、追い込んだ、追い込んだ。あ、トマト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 、出た。やめて、取らないで。よし、オッケー、オッケー、オッケー。違う、違う、違う。トマト、ラッキー、トマト。キノコ。よし、よし、よし、よし。あー、くそ。あー、ダメだ。いける、まだいける、1対1。え？勝った。え、なんで、なんで、勝った。なんで、なんでということで獲得、はい、トマトとキノコやりましたトマトとキノコ。もうこれ食えるでしょ。楽勝。じゃあ最後、僕もレベル9でいきます。レベル9。リトルマック強いんだよ。俺苦手なんだよ。リトルマック。さあ何が出るかな、何が出るかな。さあ今のところ何人か違うね。あれはこれ気をつけて、引っ張られるから。これ一気に持ってかれるよ。逃げて、逃げまくった方がいい、逃げまくった方がいい。やばい、当たっちゃダメ。休みに。モンスターボール、モンスターボール、モンスターボール。いいよ、神様。あ、キノコ、はい、キノコ。あ、SP、SP、SP。SP ってなんだっけ。あれちょっと一個追加だよ。うん、多分そんな感じだと思う。やばい、やばい、うわ、くそ。うわ、取られてる、取られてる、やばい、やばい、やばい。今日攻撃して、攻撃して。うわ、増えてる、増えてるよ。1対3じゃん、絶対無理じゃん、もう絶対勝てないじゃん。回復、回復して。ゼロなのに回復しちゃったよ、もう。カレー、カレー、ほら見といて、見といて、カレーライス、カレーライス。カレー、カレー来た、カレー来た。火吹いてる、火吹いてる、カレー、カレー、カレー。それ、当たんないで、当たんないでよ、それ。うるせえ。あ、8月けた、8月。よし、いやいやいや、よしよし、1対1。見て、この
いいよ。しかもゼロ点気ほぼ 0% ずつアイテム使いこなして、それ持ってかれないで、持ってかれたらやばいよ。いやいや、そういう母親みたいな見守れよ。さあ今のところキノコカレーになるから強いよ、勝った方がいい絶対に。いいよいいよいいよ、追い詰めてる追い詰めてる。蜂寄せ蜂寄せ出た、ボールも出た。前を取って前を取って前を取る、前を取るんだ。前を取るんだ。分かってんだよ分かってんだよ、それは離れるんだ。やばい、あ、綺麗、来た来た来た、落ちた、ボール、オッケーオッケーオッケー、よし強い強い強い、よしよし勝利、見事な逆転劇ということで、何キノコ、はい、カレー、蜂の巣、おめでとう、素晴らしい。ということでこれで1キロ食べましょう、これだったらいける楽勝ですよ。オルタナチャンネル買ってまいりました。はい、じゃあ一つずつ紹介していきましょうか。まずキノコ、おお、これはお互い取りましたね。どれがいいですか、いろんなキノコ買ってきました。エリンギ、ブナシメジ、エノキ。じゃあ俺エノキ大好きなんでエノキにしようかな。ほんとに、じゃあ俺エリンギでちょっとやります、うん、はい、続いて激辛カレー、うわー、これ渋ジャパン、バリカラって書いてあるやん。続いてバナナ、バナナ、これは俺です。はい、バナナ。卵、はい、これも俺です。これはもうね、救いですよ。卵なかったらきつい。蜂蜜、おお、蜂の巣がなかったんで蜂蜜買ってきました。おお、これはお互い使います。あとトマト、トマト、これも俺、はい。そして最後コーラ、コーラ、これも俺です。出ました、めちゃくちゃ吸ってるやんこれで。あれ、渋谷さんも少なかった、ね、俺少ないですよ、最後しか持ってないんで。2つだけ、3つか。うん、じゃあこれで1キロ食べてきますか。はい、これちょっと、じゃあ俺エノキ好きだからちょっと料理しちゃおうかな。あ、もうじゃあいっちゃいます、いいですか。どうぞどうぞ。20秒で、エノキ、はい。いや、バターなかったらマック最強なんだよね。あった、バターリンしちゃう。これバターと炒めたら最強だよ。あ、カレーができました。辛そう、辛いよ辛いよ、やばいよやばいよみたいに言うなよ、出川さんみたいに。ありがとうございます。どういたしまして。絶対うまいでしょ。もうシンプルにバターと醤油でいいかな、これは。うまそう、ファンタスティック。うわ、このバターと醤油、最高のハーモニー、うわお。料理完成です。エリンギのバター醤油炒めです。あとカレー。そしてカレー。僕は最初これで、もう、これしかないんで、うん、そうそうそう。食べます。オルタナチャンネル。じゃあいただきますか。はい、いただきます。シンプルに美味しい食事ですね。うん。いただきます。歯ごたえがいい。ご飯買った。炊飯器壊れてんじゃねえの？壊れてねえわ。ほんとご飯硬いよ。いや、水の加減でしょ。いや、水たっぷり入れたのよ。ほんとに？うん。で、硬っ。ねえ。前回もそうだったけど、カピカピやん、うん、でも、これめっちゃうまい、ほんとに。ご飯硬すぎない。ちょ、じゃあカレーもいきます、僕。うん、あ、ちょっと辛そう。あれ、食欲ね、逆にそくるよ。いただきます。辛い、けどうまい。いいね。じゃあ俺、卵かけご飯でいきたいと思います。ここにえのきも乗せます。あ、それダメだよ。なんでだよ。コンビネーション技は反則です。ありだろう。カレーがね、一番シンプルでうまいやん、結局。よし、ありがとう。よしの卵、いただきます。ラッキー、もうこれだけでいっちゃうわ、正直。ほんと、今日しめちゃん調子いいですよ。あと何やんの、逆に。バナナ、トマト、エリンギ。あ、いいじゃん。よくないだろ。それ料理作ってもらって、それで。意外とトマトってさ、ご飯と合わないじゃない。うん、トマト料理ってなんか別物だよね、ご飯と。とりあえず、一杯いきました。はい、一杯一杯目完食です。おめでとうございます。なんでだよ、一本一得じゃないんだよま、満足、バンバン満足、ま、いらない、ま、満足。じゃあちょっと蜂蜜をかけて、これを一口食べてご飯かき込みます。いいじゃん、よくはないんだよ。パンケーキと一緒だよ、だから。いや、違うだろ。いただきます。合うのか、意外に合うんじゃない、ご飯無味だからさ。あーん、おえっとはなんない、意外と。だからほんとパンケーキみたいな感じで、炭水化物、うん、パフェみたいな感じになるよ、ちょっと。確かに、なしじゃない、なしじゃない、味変でいいよ。2杯目、まだ結構あったわ、残りお互い1杯ずつぐらい。あ、ほんと楽勝じゃん。ちょっともうお腹いっぱいだな。これ一回じゃあ料理を挟むか、内藤クッキング、ちょっと作りたいのあるんで。
じゃあさっきね、この出汁が出てるんでここに足していきます。これも使っていいよ、このエリンギの足の部分。イルカイルカ土だらけ、病気になるわ。もう何作るか分かりました？分かりますよ。何ですか？トマトを挟むんでしょ、どうせ。何で挟むって？まずエリンギちょっと切ります。これエリンギもね、はい、バターと最高なんだよ。下味をつけていきます。下味つけたろう。下味つけたろうですね。ゼロ点ゼロ点ゼロ点とって言ってますよ。何を作るかというと、うん、トマトリゾットです。おう、ハムス潰してペースト状にして、うん、でご飯と一緒に煮込みます。ご飯を使うっていうところね。そう、もう一緒にしちゃいます。ほら、こんな感じです。ちょっとね、スペイン料理みたいな。スペイン出身だからね。そうなんですよ。父親が、え、父親がスペイン人だから、うん、どう考えても違うだろう。これ毛が入ってたんですけど、あなたのですか？違うだろう。じゃあここにご飯入れます。はい、これうまいね。もうリゾットです、これは。本場スペインの。あー、いいよ。これ楽勝でしょ。うん、できました。はい、だだーん、トマトリゾットです。うまそう。これで最後駆け抜けます。オルタナチャンネル。ヒーハー。どうですか、美味しいですか？うまい、超うまい。まだ食べてないだろう。いらないよ。うん、うわっ、え、うじくんだ。俺かい、最後俺かい。うますぎる。マジで、マジうまい。もうほんとね、サイゼにあるトマトリゾット。うそ。いやー、これ楽勝だよ。最後いいものができた。うまっ、しみるわ。トマトの酸味がいい。綾瀬はるかさんに食べさせたい。綾春に言わないだろ、青春みたいに。おいよ、ラストカレー。ラストカレー、アベルマイハン。おー、全部決めた。いただきんか。お、出た。これ出てる時はもう調子いい時ですよ。いただきんか出ました。もう余裕だね。うん、今回一番強かったのはお互い9レベルで勝ったことだよね。うん、確かに。そこがすごい。完食です。お、素晴らしい。行きました。これが大体、まあ1キロのうち 0.7 ぐらい食べたかな。ずいぶん言うな、ずいぶん増して言うな。どうする、残す、ギブする。頑張らせて、あとちょっと。ハルブー、結局、結果、はい、全部うまかったです。うまい。まあこれ、大食いってよりもシンプルにスマブラで出たアイテムを料理して食べたって感じですね。24時間結局、ちょっと やってたかって。料理したし、全く同じの。ただまあ1キロ食べるっていう米が追加されただけですけど。まあだけどね、みんな面白いって言ってるし。まだ言ってないんだよ。手叩いて喜んでる。まだ言ってないんだよ。なあ、お前たち面白かった。